よく来たな、ゴードン。誰だ？くっ！お前はカーチス！いかにも、地球勇者、カーチス参上。はいはい、そんなに興奮しないの。貴様を倒すのは俺の役目だと思っていたが、どうやら見込み違いだったようだな。ん？どういう意味だ？俺は当然貴様が魔王を倒し使命を果たしているものと信じていた。俺はそんな貴様と決着をつけるためにここまで来たんだ。しかし現実はどうだ。貴様は使命も果たさず魔王の仲間になり下がっているじゃねえか。これまで貴様のことをライバルと認めていた自分が情けないぜ。うん、それは確かに情けない。くく、今の貴様には地球勇者を名乗る資格も、俺と命を懸けて戦う資格もない。アバよ。待て、カーチス！お前の言う通り、私は魔王を退治するという使命を果たせなかった。お前には私が魔王の手先になり下がったように見えるかもしれない。かもしれないじゃなくて、紛れもない事実じゃん。し、今いいところなんですから。だがしかし、私は地球勇者としての心、地球勇者魂は失っていない。いや、それどころか私の心はこれまでにも増して熱く熱く煮えたぎっている。なぜだかわかるか？それは本当に倒さなくてはならない敵が目の前に現れたからだ。いいだろう、そこまで言うのなら証明してもらおうか。俺は地球勇者キャプテン・ゴードンを待っている。いいか、こんな奴らに負けんじゃねえぞ。Bye.
それ。Thank you.
Thank you.